さてさて、次は注意モブよ。最初は大砲匠ね。大砲とはまた、物騒な匠だな。匠という存在自体があれなんだけど、まあいいか。ぶっちゃけこれもねえ、なんか不気味じゃない？なんだろうな。なんかグロテスクだよな。レバーのような形をしやがって。お前、許さんぞ。突然何を言い出すんだ。ほう、近づくと大砲を撃つのね。近くにいるんだったら問題ないが、この大砲匠の射程範囲内にいると危ないって感じだな。ちゃんと弾を飛ばしてるのね。そして結構攻撃範囲広いのな。なんか攻撃食らったぞ。なんかこれうまくやれば有効活用できそうなんだけど。難しいか。私たちに匠を手なずけるほどの力があるとは到底思えんがな。くっそー、しょうがない。今回は見逃してやろう。なんだお前。よし次。次は虚無匠よ。この匠は周りのブロックを消し、整地してくれるらしいわよ。お、素晴らしい匠じゃないか。一見素晴らしい匠なのですが、場合によっては結構厳しい匠なんですね。ほう、と言いますと。例えば、凄まじい時間をかけ建築した拠点があるとしましょう。建築に時間をかけたっていうよりかは採掘に時間をかけたの方が正しい気がする拠点だな。そこに忍び寄る虚無匠。いや倒せよ。いや今日もいい天気だな。あ、終わったな。やめてー。とまあ、こういうことが起きたりするんですね。目の前が真っ暗になった。ポケモンかな？やっぱ苦労した建築物って壊されるのって嫌じゃない？それを自分に言い聞かせてみ。よし次。無視すんな。次は烈火匠よ。なんか熱そうな名前だな。この匠は爆発すると花火と一緒に、大量の TNT を撒き散らす時々広範囲破壊型の匠です。うわぁ。弓の時もそうなんだけど、やっぱこう、大量に何かを降らす匠がいると大量に出したくなるのよね。破壊衝動の塊かな？大量の TNT 同士が干渉しあちこちに飛んでいってるわね。あははははは、愉快愉快。ダメだこいつ、なんとかしないと。どうもこんにちは、破壊神霊夢ちゃんです。うるせえよ。次は新築の匠さんです。あれ、リフォームどこへ行った？リフォーム？知らない子ですね。おい、なんか出てきたぞ。これは匠式硬質木材です。普通の木材とは違い、爆破耐性を持っているんですね。ほらこんな風に。空が青いなぁ。あれほどの爆破にも耐えられるとか、こやつやるな。よし次。次はエメラルド匠よ。これ以外に、ダイヤモンド匠、レッドストーン匠、鋼匠、とあるんだけど、倒すとどれもその匠に合ったドロップをしてくれるそうよ。おお、エメラルドブロック。素晴らしいな。ダイヤモンド匠には進化版があり、特殊な召喚方法で出せるそうです。それは視聴者さんの目で確かめてほしいぜ。よし次、次は変化匠よ。この匠は周囲のブロックをランダムに一種類のブロックに書き換える匠らしいわよ。おお、氷になった。運がいいとこうなったり、逆に悪いとこうなったりします。私の場合、よく知らず壊し、よく知らず設置しようとしこうなりました。まさしく大惨事だな。バックアップ取っといてよかった。よし次、次はアッパー匠よ。爆発時に場合によっては100メートルほどの高さまで上がるアッパーを決めてくる匠よ。15階建てくらいのビルだったら優に超えられるくらいの高さまで打ち上げてくれるからショートカットとしてはいいだろうね。落下しまったなし。よし次、次は凸匠よ。プレイヤーを発見するとすぐさま突ってくる匠よ。名前の通りだな。突匠の移動速度はこのように残像しか見えないほどのスピードで、なおかつなかなか爆発しないので、その感は恐怖です。なんだろうな、もう G 先輩にしか見えないな。ああ、あのカサカサと高速移動する黒光りした虫ですか。なんだろうな、煽られてる気分なんだが。そう言われると私もそう見えてきたわ。止まってたら爆発するんじゃないかと思ったんだけど、そういうわけでもないのね。そういえばこいつには苦い思い出があるな。苦い思い出？それは今から8ヶ月ほど前のことだ。この頃って私たちチョコレートクエストのダンジョンを攻略してただろ。そういえばしてたわね。てか攻略済みのダンジョンってここしかないわよね。ちょうど敵をどうやって叩くか考えてた時だ。その時、こっそりと歩み寄る匠に私たちは気づかなかったんだ。爆発したせいで戦いづらくなったし、知りたくもなかった地下のボスも目撃してしまったのよね。辛いの一言に尽きたぞあの時は。そして案の定匠の正体はこいつっていう。こいつは恐ろしいやつだ。なんか突匠が穴にはまってるんだけど。はっはっは、ざまあねえなこら。どんだけトラウマなのよ。爆発の威力も相変わらずですな。煽り声よ。よし次、次はチャンク匠よ。この匠は1チャンク、すなわち 16×16 の範囲を丸々空気化させる匠よ。でもなんか数えてみたら 32×32 なのよね。4チャンクかしら。1チャンク丸々っていう代わりには深さそんな深くないし、なんか 32×32 だし、なんかよくわかんねえな。とりあえずこの匠は下だけじゃなくて上のブロックも消すらしいから恐怖ね。拠点の近くで爆発された日にはもう修復作業が相当めんどくさいわよ。うまいことアッパー匠を使いやがって。よし次、次はチェスト匠よ。もうなんだ、それって匠と呼べるのか？私が匠って言えば全てが匠になるのよ。なんだ、その俺がルールみたいなやつ。まあ中身はちゃんとチェストでアイテムも取れるんだけど、案の定爆発するのよね。そしてなぜか防具が働かない。ゲセヌ。さてさて、注意モブはこんな感じかな。次は少しだけ上位モブを召喚してみるわよ。次は宿匠？岩井匠？相変わらず正しい読み方がわからないけど、私は宿匠と勝手に読むわよ。また楽勝みたいな感じで読み間違いを指摘されるパターンか。この匠は宿砲を上げる匠で、宿砲のプレゼント箱が地面につくとこのようにケーキになるんですね。
これって食べられないのかしら。世界を犠牲に食料を確保か。こんだけあったら食料に困らなさそうだな。ケーキが出てくるとかちょうど1年くらい前のことを思い出すわね。そんな爆発しまくってるど真ん中で懐かしがられてもな。どうやら私はワールド破壊系のモッドが好きらしいです。そんな人ごとのように言われても。さてさて、次はゆかり匠よ。ほうほう。ゆかり匠か。ゆかり？おお、さすがワトソンくん。ワトソンじゃねえよ。私の助手なだけはある。気づくのが早い。そうなんです。これはかの有名なあのゆずきゆかりさんがモデルの匠なんですね。ほうほう。でこの匠さんは一体どんな爆発をしてくれるんだ？まあそりゃ知りたいわよね。じゃヒントと行きましょう。ここです。え？あ、どういうこっちゃ。だからここだって。え？え？む、胸？はい、胸です。そしてゆずきゆかりさんの胸といえば？侵入ですか。はい、素晴らしい。マリサさんよくできましたー。え？え？すまん、全くわからんのだが。いやいや、よく見てくださいよこの画面を。おお、真っ平じゃねえか。そうなんです。ゆかり匠は爆発すると地面を真っ平。そう、それはまるでゆずきゆかりの胸。イエスマジ。さて気を取り直していきましょう。これで一つ学んだな。人を怒らすと怖い。いやだって公式でそう言われてるらしいし。まあいいじゃないか。済んだことだ。うわぁ。というわけで次はジャイアント匠よ。そういえばバニラにジャイアントとかいうでっかいゾンビがいたな。その匠版か。そうよ。ちなみに爆発は核モッド級っていうかほぼ核モッド並みだから倒すのは結構難しそうよ。あ、死んだ。ちなみに通常状態で爆発するとこんな感じなんだけど。は、どこが核モッド並みなんだ？全然しょぼいじゃないか。巨匠化させるとこんな感じになるんですね。うわぁ。さて、モブ紹介はこれで最後よ。これは TNT 匠よ。おい、なんで巨匠化してるんだよ。いや、なんか右手に稲妻スマッシュバット持ってたから殴っちゃった。バカ野郎。いやー、着火音めっちゃするー。ああ、またこいつはマイクラシを瓦礫にしやがった。この匠はさっきのジャイアント匠に匹敵するほどの破壊力を持ってるらしいけど、いやー、やっぱ名前は伊達じゃないね。ただの確信犯かよ。さて、モブ紹介はこんなものかな。これ以外にも、ネザーに湧くゾンビピップマンの匠や極匠、ガスト匠などその世界特有の匠がいたりするわよ。いろいろ匠が追加されるのは分かったんだが、こんだけの匠がいるともし拠点とかを立ててた場合、爆発で一気におじゃんになったりしないか？まあ確かにそういう心配をするのは無理もない。だがしかし、そこはさすがモッド制作者様。ちゃんと対匠ブロックを作ってくれているのよねー。そういえばさっき見たっけ。というわけで少しだけ紹介したいと思うわよ。というわけでパパッと紹介するわね。これはさっきも紹介した匠式硬質木材ね。匠の木を単体でクラフトすることで手に入るわよ。爆破耐性はありよ。次は匠式硬化レンガよ。匠を倒すことによって手に入る匠式高性能爆弾をレンガで囲むようにクラフトすると手に入るわよ。爆破耐性は相変わらずよ。次は匠色粘土よ。後で紹介する匠ワールドで入手可能よ。多分爆破耐性ありよ。おいちゃんと調べろよ。次は匠ジャリよ。爆破耐性は、まあ、多分あるんじゃないですかね。次は匠式硬質ガラスよ。匠式高性能爆弾をガラスで囲むようにクラフトすることで入手できるわよ。ガラスにはあるまじき爆破耐性ありよ。次は匠草土と匠土よ。映ってるのは草の方よ。匠ワールドで入手できる爆破耐性持ちの土よ。次は匠式硬質鋼よ。匠式高性能爆弾を鉄ブロックで囲むようにクラフトすることで入手できるわよ。爆破耐性は、まあ当たり前よね。次は匠石よ。匠ワールドで入手できる爆破耐性持ちの石よ。次は匠色羊毛よ。どこかで匠式硬質羊毛って見た気がするけど気のせいかしら。多分匠羊を倒したりハサミで入手可能のはずよ。爆破耐性は当然よね。次は匠式硬質チェストよ。一つでラージチェスト分の容量を収納でき、ラージチェストにはならないチェストよ。設置すると必ず前が南に向くわよ。爆破耐性はまあご察しの通りです。次は匠式硬質柵よ。下から木材、レンガ、鋼鉄、石材よ。ぶっちゃけこの柵を拠点から離れたところに囲むように設置し、匠が入ってこれないようにすればいいと思うわよ。次は匠式硬質かまどよ。これもチェストと同様、前が南向きになるわよ。なんかコンパスいらずね。爆破耐性ありよ。次は匠式硬質はしごよ。爆破耐性ありよ。次は匠式硬質線路よ。まあ、爆破耐性ありよ。適当すぎだろ。次は匠式硬質木材階段と匠石階段よ。ワークベンチで匠式硬質木材と匠石を階段のように並べるとクラフト可能よ。もう当たり前、爆破耐性ありよ。この他にも色々とありますが、さすがに全てを紹介するのは大変なので割愛させていただきます。というわけで次は匠ワールドについてよ。そういえばさっきから匠ワールドと連呼してたな。連呼はしてないんだがまあいっか。その匠ワールドについてなんだけど。この匠クラフトを入れると、追加ディメンジョンとして匠ワールドが追加されるんです。ちなみにディメンジョンとは次元という意味です。まあ簡単に言えば、新しい世界が追加されると思っていただければいいです。まあそれはわかったんだが。
その匠ワールドとやらにはどうやったらいけるんだ？ネザーに行く場合、ポータルを作りますよね。そうだな。匠ワールドへも、専用のポータルを作ることによって行くことができます。そのポータルには特別なブロックを作らないといけないので作りたいと思います。では早速、最初にポータルを作るために必要なブロックを作るわよ。このように、匠式高性能爆弾をエメラルドで囲むと、匠ポータルフレームの完成よ。そして、ポータルを完全なゲートにするには、ネザーの場合だと火打ち石と落ち金が必要なのですが、匠ポータルを作るためにもまた特別な火打ち石と落ち金が必要なんですね。そのレシピがこちら。王将を倒すとドロップする王将の証を左上に置き、真ん中に火打ち石、真ん中の下と右の真ん中と下にエメラルドを置くと、匠ポータルキットの完成。では着火していきましょう。お、ポータルが完成したな。ここまで来るのに結構コストや労力を使うので頑張ってくださいね。というわけで早速行ってみましょう。レベツ、匠ワールド。よし、匠ワールドへ到着。なんか暗いな。周りが全然見えないんだが。まあワールド生成中だからね。そのうち見えるようになるわよ。あ、ちなみにこのワールドでも黒曜石防具を着てきたので多少の爆発ではびくともしないわよ。ほう。ということはあの大量に湧いてる巨匠化した匠も大丈夫ってことだな。ふっふっふ。当たり前じゃない。余裕のよっちゃんよ。まあたくっそ懐かしいやつを。私にそんな爆発が効くわけないじゃないか。我、破壊神ぞ。破壊神霊夢ちゃんぞ。誰かハリセン持ってたら持ってきてほしいんだが。お、ちょうどいいところにハリセンが落ちてる。ふっ。そんなもので私が倒れるとでも？ふっふっふ。残念だが私は黒曜石防具によってある程度の攻撃に守られている。不完全かよ。ハリセンなど黒曜石防具の前ではただの紙切れ一枚と同然なのだよ。ふっふっふ。ああ、そうなんだよな。よって君が私をその紙で叩いたとしても私は一切ダメージを受けないのだよ。はははは。ってことはその黒曜石防具を消しちゃえばいいわけか。ちょ、まあよいしょっと。やめてー。さて、最後に言い残すことはないか。何その笑顔怖いんだけど。よし、それが最後の一言だな。いや、ちょ、さあ、歯食いしばれ。ちょ、そんな物騒なものを持ってこっちに来な。いやー。さて、こちらは匠タワーの最下層。岩盤の上なだけあって周辺が真っ暗です。とりあえず最上階まで登っていきたいと思います。最上階まではちゃんと階段があるからありがたいな。逆にない方がなかなかないと思うんだけどまあいいか。ちなみに匠タワーは岩盤から限界高度の Y 軸256まであり、16の部屋があります。そしてこれと同じような建物が5つあり、16階層目で1つになります。最上階にたどり着くまで、様々な匠が襲いかかってきたり襲いかかってこなかったりしますがどちらにしろ気をつけましょう。安全にクリアしたいのならむやみに匠を攻撃しないことですね。確か匠クラフトには専用の防具とかがあったはずだからそういうのを作ってから行くべきだな。そうした方がいいわね。というわけで最上階到着。ちなみにこの最上階の上には匠竜というラスボスがいるんですが、果たしてここは本当に最上階なのだろうか。その匠竜。今更だけど読み方これでいいのかしら。まあいいか。その匠竜と戦うにはこの結界を破壊しないといけません。その結界っていうかバリアみたいなやつはどうやったら破壊することができるんだ？それはですね。先ほども申しましたようにこの匠タワーは5つの建物によって成り立っているのですが、その5つのうち真ん中を除く4つの建物の一番下の部屋にある匠の像の中にあるこの石を全て右クリックすることで解除することができます。おお、本当にバリアなくなっとるやん。そして屋上には匠竜がいるはずなんだけど、いないわね。詳しい原因はわからないが、多分難易度をコロコロ変えてたからなんだろうな。それか何かしら手順をミスったとか。まあ今回はしょうがないか。やっぱりチェスと匠には勝てなかったよ。まあいい機会だ。ちょっと匠ワールドの周辺をうろうろしてみようぜ。というわけで少しだけクリエイティブ思考。なんかここ地上世界のメサみたいだな。ここで匠色粘土を入手することができるわよ。やっぱ粘土ってのっぺりしてるよな。まあ粘土だしねー。まあこんな風に粘土の鉱山が形成されたり、温泉が湧く山、爆発する匠の木の森など様々なバイオームが追加されるので、アドベンチャー感覚で探検してみるのもいいかもね。どうやら廃坑も生成されるそうだし、そして探検するからにはそれ相応の準備をしましょう。匠は全て巨匠化した状態で湧きます。だからといってリスイッチを固定するためにベッドで寝ようとするとネザーのように爆発するのでまあ一回でも死ぬとアウトです。コンパスや地図、時計などのアイテムも正常に機能しないのでしっかりと目印の座標は覚えておきましょう。まあこんなものかな。というわけでここは匠ワールドの村よ。基本的にはバニラの村と変わらないのだけど、建造物が爆破耐性のあるブロックで作られていたり、小麦の代わりに匠米が植えられてたりするわよ。やっぱ日本人はお米よね。まあこんなものかな。というわけで現世戻りましょう。ポータルまで戻るのが面倒だからといって死ぬのはいかほどなものか。
というわけでただいま、じわじわと近づいてくるな。今回は少し街を破壊しすぎたわね。少しってなんだろうな。ワールド制作者様には申し訳ないけど、まあこの通りしっかり元に戻したし、ただ元のデータを上書きしただけなんだけどな。匠クラフトの匠たちの威力を視覚的になんとなく伝えることができたでしょう。なんでそう表現が曖昧なんだよ。まだまだ紹介しきれていない部分があるけど、結構いろいろ追加されるからな。まあそういう部分は実際に遊んでみてください。ワールドデータのバックアップは必須だぜ。私の場合、匠ワールドへ行くためのゲートを面白半分で数十個単位で設置してたらクラッシュしてワールドが壊れちゃったのよね。まあこういうこともあるから何度も言うがバックアップは必須だぜ。何事も面白半分でするのは良くないわね。じゃ今回はここまで。次どんなネタモッドで遊ぶのかまだ未定だが、次回も見てくれると嬉しいぜ。というわけでご視聴ありがとうございました。